ああ、マジか、たくん。お疲れ様です。どうもどうも、お疲れ様です。編集の石崎です。今話せますか？あ、はい。お互いに時間がもったいないんで単刀直入に言いますと、すいません、もう仕事回せないんですよ。え？僕は棚田さんの漫画好きなんで頑張りたかったんですけど、ここまで売れないと手に負えないっていうか、まあ前から薄々思ってはいたんですけど、棚田さんの描く男性って少女漫画のヒーローっぽくて、同じ男として鼻につくっていうかね、美形で仕事ができて普段ツンツンしてるかと思いきや、いざという時には助けてくれるみたいな、いけすかないっつんすかね、そういうところが受けなかったのかもしれないですね。水分補給をこまめに行って、くれぐれも熱中症にお気をつけください。ご自宅では適度にエアコンや扇風機を使用してお過ごしください。学生時代から不定期でもらってた単発の仕事も途切れて完全無職だ。あっ、せめて家事くらいはちゃんとやらないと。他社に持ち込みとかすればいいんかな。でもこの実績で相手にしてくれんのかよ。売れないの、実証済みなのに誰が採用すんの？なんでそんな肝心なことを仕事切ってから言うんだ。受けないなら正してくれるのが編集だと思ってた。だってそういうのが好きなんだよ俺は。そりゃほっといたら書いちゃうよ。お前のせいだ、お前みたいなのが近くにいるから。バーカ。洋服を着たまま海に溺れるように、暗いものが染み込んで黒いものを吸い込んで、ブヨブヨになった体はずっしりと重く重く。よ、ほら飲め。おい、何があったらこんなことになんだ。ん？おーい、よー、聞こえてるか？おーい、熱はないな。よー、とりあえず口開けろ。ああ、マジか、たくん。おしまい。ちょっとここで休んでろ。
前？食べる気力なんてゼロのはずだったのに。ごちそうさまでした。美味しく完食してしまった。よし、じゃあ次は風呂な。え？何？嫌なの？よ。手あげろ。なんか落ち込んでんの？漫画がとてもダメです。お前漫画がダメだとこうなんの？え、そんだけ？うん。そんだけってなんだよ。こっちは今にも死にそうな気分なのに。海沿いって昼と夜とで風向きが逆転するんだよ。で、風が切り替わるときに無風になるのを凪って言うんだけど、お前は今その凪な。また少ししたら別の風が吹いてくる。そういう状態。ほら。なんで？うん？何が？いや、怒られるかと思った。家事してなかったし。ああ、別にいいわ。得したし。得？うん、一緒に風呂入れたし。ほら、早く来い。今日はお前がされるがままで気分良かったわ。もっと落ち込め。こんなの本物の恋人同士みたいだ。あんたまるで本当に俺のこと好きみたいじゃん。何したいの？どうした？しょうがねえな。絶望とセックスは相性がいいな。
何も考えなくてよくなるし、苦しくっても気持ちいい。相手はよりによってこれだぞ、これ。で、つまり超ハイスペのカルピに愛されすぎてつらんご、こんな私じゃ釣り合わないよ、へーんって言ってる？言ってない。無職がきついって話をしたかっただけなんですけど、漫画やめて就活とかした方がいいかなって。はぁ、もったいな。だって俺の漫画は世間に求められてないわけですし。デビュー早々に世間に求められて華々しく執筆してる作家なんか一握りだろうが。あとはみんな泥水吸いながら書いてんだろ。甘ったれんな、思い上がんな。衣食住の保障された環境でのんびり書いてて、一回仕事が途切れたぐらいでうじうじっていうのが本気で気に食わない。マンさん、オーバーキルです。世間がどうとかじゃなくて、だよちゃんはどうしたいの？え？だよちゃんにとって漫画ってそういうもんだったの？もうちょっと落ち着いて考えな。はい。でも、とりあえず手持ちのお金がないからバイトはしないと。大学の時に働いてた本屋さんにお願いしに行こうかな。これは先日 SNS で発表したところ万バズしたキラーコンテンツだ。そんな勝手に。心配するな、職業と年齢セットは変えてある。世間様にバレる心配はない。はあ。君も聞いたことはないか、インディーズ作家がエッセイ漫画で特大ヒットを飛ばしメインストリームにのし上がる、そんな夢みたいな出世話を。おお。君は私に情報を提供し、そして作画も手伝ってくれ。マンさん、これが成功すれば君も瀬ヶ崎瑞希に似合う男になれるんじゃないか。ありがとうございます。さあ、早速作業は明日から。そんでもって今日はおごり。かたじけのうございます。全然いいよ。よう。はい。ちょっとここ座れ。はい。早く。お前さ、自分の立場分かってんの？分かってねえだろ。分かってねえから泊まりで仕事とか言い出すんだろうが。だから遊びに行くわけじゃないし。そうじゃねえだろ。あーもう金か？なんか欲しいもんがあるなら買ってやる。違くて、少しはさ、自分で稼がないとって。必要ない。なんでわかんねえかな。お前は稼がなくていいんだよ。でもあのな、俺はお前に漫画の仕事がなくなるがどうでもいいんだ。え？当然だろ。だから余計なことすんな。なんだよ、どうでもいいって。漫画のことわからないなりに応援してくれてるもんだと思ってたのに。あんたにとってはくだらないことでも、俺にとってはすごくすごく大事なことなのに、全然良くない。バカにすんなよ。絶対あんたより稼げるようになってやる、漫画で。おいよ、ちょっと落ち着け。おい、
よ。ちょっと落ち着け。